告白された？ああ、俺プールの監視員のバイトしてたじゃん。そん時にな、名前は千尋って言うんだけど。よかったじゃないか。そうか、お前が。違う、自慢じゃないんだよ。俺はクミン先輩一筋なんだ。そのために夏休みもずっとバイトしてプレゼントを用意しようとしていたのに。なのに。誠くん。え？千尋。千尋？誠くん、会いたかったよ。お前、千尋って。千尋、千尋！誠くん、こんなところで出会えるなんて、僕たちは赤い糸で結ばれているんだよ。あー、やめろ！俺は一色！一色、幸せにな。